ヒマラヤタールの出産があったということなので、個体識別のためにマイクロチップを入れに来ました。ヒマラヤタールの出産があったということなので、個体識別のためにマイクロチップを入れに来ました。で、背中にこの注射器型のものを使ってマイクロチップを入れます。この中にマイクロチップ入ってます。はい、そして入れた後にちゃんと入ってるかどうかをこういったマイクロチップリーダーというもので読み取って狩猟になります。どうですか？オスです。オスですね。はい、オスです。はい。